日本兵庫県神戸市中央区港島中町高島中町は兵庫県神戸市中央区の町名の一つで人工島ポートアイランドの中央部に位置する住宅、商業、工業地域である。1から8丁目がある。神戸ポートピアホテルから望む三宮、メリケンパーク、六甲山方面の円形。手前には神戸国際交流会館が見える。港東中町は 神戸市中央区の南の沖に浮かぶ、人工島ポートアイランドの中央部にあたり、西と北と東を、港島に、南を、港島南町に接し、また南西端でわずかに海に面している。1から8丁目があり、北部が1丁目、中北部東よりが2丁目、中北部中央が3丁目、中北部西よりが4丁目、中南部西よりが5丁目、中南部中央が6丁目、 中南部東よりが7丁目、南部が8丁目である。集合住宅や商業ビルが立ち並び、用途地域としては、住宅地域、商業地域、準工業地域、工業地域が存在する。ワールド本社ビルイケア神戸。この大型家具店は、神戸ポートピアランドの跡地に建設されている。 ポートアイランド内の各所と神戸空港と三宮等、神戸新交通ポートアイランド線が結んでおり、港島中町には6つの駅がある。町内の施設は、1丁目に港島会館と、中公園が2丁目に、神戸新交通北府島駅、ポートアイランド税関出張所、神戸港島中町郵便局、雇用促進住宅、市営港島住宅、神戸専用品センター、 神戸大学留学生会館、神戸市立港東児童館、神戸市立港東老人憩いの家、港町東児童公園及び、港東学園グラウンドが、3丁目には、神戸市立義務教育学校港東学園、神戸市立港東幼稚園、港東児童公園、ポートペア保育園及び、公団ポートアイランド住宅、4丁目に、神戸新港通中公園駅、 ポートアイランド交番、ポートアイランドビル、兵庫県立健康生活科学研究所、生活科学総合センター、NTT 西日本三宮電話局港島別館、神戸振興通港島駅、一般財団法人神戸マリナーズ構成会、ポートアイランド病院及び神戸市環境保健研究所が、6丁目に、ワールド本社、神戸振興通市民広場駅、 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター、神戸ポートアイランドホール、神戸コンベンションコンプレックス、神戸ポートピアホテル、市民広場及び神戸パークシティ内郵便局が7丁目に、神戸市立青少年科学館と神戸、新交通中布島駅が8丁目に、南公園、池谷神戸、神戸新交通南公園駅、市建設局中央水、 環境センターポートアイランド処理場及び、市環境局工事マクリーンセンターがある。6から7丁目のファッションタウンには、ファッション関連企業が誘致されており、ジャバグループ、ワールド、アシックス、シャルレといったアパレル企業、田崎や大月魔ュといった真珠メーカー、洋菓子会社のユーハイム、UCC 上島コーヒーなどのオフィスビル、工場、店舗が立ち並んでいる。 アリシヒの神戸ポートピアランド UCC コーヒー博物館はもともと神戸ポートアイランド博覧会のパビリオン UCC コーヒー館だった港島中町という町名に含まれている港島とは道町のある人工島のポートアイランドという英語で付けられた名前を直訳したものである神戸市の沖に浮かぶ人工島ポートアイランドのうちの居住地区である港島中町は 神戸港、第四とっておきの海面を埋め立てて昭和47年、新たに起立された町名である。最初は最北部の1町目だけが存在し、昭和50年に北部の1から4町目と南部である8町目ができ、昭和51年に1から8町目のすべてが成立した。領域で見ると、昭和50.5153.54年に、 ポートアイランドで新たに増えた埋め立て地を編入している。当初は神戸市幾区の町名であり、幾区が吹き合い区と合併した昭和55年から神戸市中央区の町名となった。昭和55年、神戸市立港島中学校と神戸市立郊島小学校が開校。昭和56年には新交通システムポートライナーが開業。同年神戸市環境保健研究所。 神戸市立中央市民病院が地内に移転、神戸市立看護団体が開校し、神戸国際交流会館、神戸国際展示場、神戸貿易促進センター、神戸ポートピアランドなどが開設された。さらにこの年に開催された神戸ポートアイランド博覧会では、ここが主会場となった。博覧会の会場跡地のうち6から7丁目の一帯はファッションタウンとして、 ワールドや田崎魔獣などのファッション関連企業などへ分譲され、昭和63年には最多の41社が集積した。しかし、バブル経済崩壊後の不況などの影響で、本社移転や統廃合が進んで、次第に減少していき、ファッションタウン周辺は空きビルの増加や飲食店の減少、建物の老朽化などが目立っている。かつて、ファッションタウンに本社を構えていた企業には、 コスモポリタン聖火や木村タンなどがある。ファッションタウンのうち6丁目の一角にはエキゾチックタウンという名の飲食、ショッピングレジャー施設もかつて存在した。神戸ポートピアランドは開園から25年後の平成18年に閉園となり、跡地へは大型家具店のイケアが進出している。神戸市立中央市民病院は平成19年に 神戸市立医療センター中央市民病院と改称し、平成23年に港東南町へと移転していった。移転後に残された建物はポートアイランド病院として引き続き利用されている。ありがとうございます。